皆さんおはようございます、さちねえです。今日もねお天気がまあまあいいので、またホームセンターの方に、行ってきたいと思います。今日はね、今週末ですね、なんかちょっと雨が降りそうなんですけど、ブッシュキャンプの講習会にね、同じ福岡県内なんですけども、それに参加するんですが、テント泊は必ずしも必要ではないんですけども、せっかくなんでテント泊ね、希望する人はテント泊してもいいですよということだったんで、キャンプ地になってて、そこがテントはねこの前買ったんですけど、テントの下に引くね、なんていうの、シート、濡れたりしないように、それとあとマット、やっぱマットがないとしんどいので、マットをね、買いに行こうと思います。空気で膨らますタイプのやつですね、はい。で買ってきたらこの後ご紹介ということで、やりたいと思います。はい、ガソリンが全然減らない。大丈夫かな、これ壊れてないよね。相当乗ったんですけど、今週末本当久しぶりに高速、九州道とか長崎道を通るんですけど、ちょっと心配っちゃ心配なんですけど、その雨だったらね、昔はね長崎住んでた頃とかは月に1回ぐらいは行き来してたし、で去年までは豊前って大分の、県境ぐらいまでは仕事でね、翻訳の仕事をねしてたんですけど、そこずっと通ってて、毎日行ってたんで、心配はないんですけども、ちょっとでも緊張します久しぶりなんで。やっとね、なんかね最近夏らしく、昨日一昨日ぐらいからですねセミも鳴き出して夏らしくなってきたんですけどね、なんかでも梅雨長引きそうですよね困る。いずれにしても雨天決行なんで、とりあえずはいけるんですけど、もし万が一キャンセルとかなったとしても、自分でね8月にちょっと頑張っていきたいなとは思うんですけど、今熊本の方でねなんか仕事の、話が出てきているので、もしかしたら、またプチ移住ね、熊本の方にプチ移住する可能性があるかもしれないですね。はい、着きましたよ。結構来てるですね、来てるですね、だって来てますね、車が。本当はね、バッテリーとかもね買いたいんですけど、車中泊用に買いたいんですが、高いので私が欲しいやつ7万前後するんで、ちょっとまだ買えないそうだからキャンプを中心に、やりながら、そのうち寒くなってきたらね、そのうち秋とか寒くなってきたら車中泊できるように、はい、準備を整えたいと思います。じゃあちょっと行ってきます。今日もねメルカリの電子マネーまだ余ってるので使い切っちゃいたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。はい、皆さんおはようございます、さちねえです。今日はですねテント泊とか、あと車中泊で使うエアマットですね、こちらの方をキャンパーズコレクションホームセンターで買ってきましたのでご紹介したいと思います。はい、こんな感じです。
はい、そしてサイズの方なんですけども、長さが180センチ×の幅が70センチということで、ちょっと小さめのマットなんですけど、ちょうど私のムーブカスタムのサイズにもぴったりですし、これ以上大きくなるとですね、だいたいなんかチェックしたら190センチとか200センチとか、そういったちょっと大きめサイズのが多かったんですけど、これはデザイン的にはすごいシンプルなんですけども、こんな感じでね、枕とかついてなくて、本当は足とかでこう空気を入れるような、マットが欲しかったんですけど、まあ、サイズ的にこれがちょうど良かったので、これを買うことにしました。税抜きで2700円だったかな。はい、こんな感じですね。じゃあ開けていきます。はい、今開けました。こんぐらいコンパクトな感じですね。くるくるっとロールして巻いてもいいですし、リュックとかに入れるときはこのサイズの方が入りやすいと思います。あとはね、もうなんだろうね、これなんだろう、あ、これ修理用の、なんか破れた時とかの修理用ですかね、ちょっとよくわかんないけど、多分そんな感じですね。はい、それとマニュアルが入っていて、あとはなんかご注意とか言って、なんだろう、使用後は多少空気が減少するので、使用前にちょっと補充をお願いしますというふうにですね書いてあります。はい、はい、でもこれ口で膨らますの相当大変ですねどうしよう。ですね、まあ、色はねすごい落ち着いてていいから、飽きが来ない色かなという感じですね。で、この下の方に、空気の入れる穴があって、で上の方にキャンパーズコレクションというこういうロゴがね入っています。はい、じゃあ今から寝てみたいと思います。ちなみに厚みはね、まあどんぐらい、5センチぐらいかな、5センチぐらいですね。はい、ちょっと男性の方にはね、背の高い方には小さいかもしれないですけど、車中泊とかそんなに背が高くない方には、いいかもしれないですね。はい、じゃあ寝てみます。ぴったりですね。はい、165センチあるんですけど、まあ170ぐらいまでは大丈夫かなというところですね。はい、いいかもしれない。このくらいのクッション性があれば寝る時もいいですし、あと普通にテントの中で座ったりする時もこれでいいと思います。はい、はい、思ったよりね、結構ね、3分ぐらいあればね、コツさえ覚えれば3分ぐらいあれば膨らませました。でこの細かいこうこのエアボールがね、こう体のこう沈みを抑えてくれるということで、テントとか車中泊にねぴったりだということなんですけれども、同じこのサイズをですね2枚ジョイントさせることができるということで、ここにマジックテープが3箇所ぐらいかな、片方に3箇所ぐらいついているので、車前面にこう引きたい方はこれ2枚買って引くっていう手もあるみたいです。はい、あとねミニバンとか RV 車にね最適ということで、結構ねコンパクトなんでいいかなっていう感じですね。潰すと本当に普通のレジャーシート的に持ち歩きできるので、非常にいいかなと思います。はい、ただ肺活量が弱い方は結構最初の空気入れるのはね大変かと思いますけど、はい、まあ普通に女性でも膨らませますし、まあ、お子さんにはちょっと厳しいかな、膨らますの、全部ね膨らますの、でも意外に早く膨らみました。はい、コツさえ覚えれば大丈夫だと思います。はい、じゃあ、これをね今度の週末のブッシュキャンプの講習に持っていきたいと思います。
はい、では、本日は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。バイバイ。